ハリー・エドワード・スタイルズは、イングランドの歌手。イギリスのボーイズグループ、ワンダイレクションのメンバーである。身長約183センチメートル。瞳の色はグリーン。レディッチの街イングランドのウスターシャー・レディッチにて、アンコックスとデズモンド・スタイルズの間に生まれた。幼少時代は、姉のジェマと共に、チェシャーで育ちホームズ・チャペルの学校に通った。7歳の時に両親が離婚し、 ほどなく、母親が再婚した。16歳の頃、ベーカリーでアルバイトをしていた。学生時代、クラスメイトとホワイトエスキモーというバンドを組んでいたことがある。2010年4月11日、母親の勧めで、イギリスのテレビ番組、ザ・エックスファクターの第7シリーズのソロコンテストに出場した。ハリーはオーディションで、スティービー・ワンダーのイゾンとシー・ラブリーを歌った。 彼は、ブートキャンプに進みましたが、審査員の家を突破できなかった。しかし、ゲスト審査員のニコールシャー・チンガーとサイモン・コウエーウェルが、バンドを結成することを思いついき、ハリー、ナイル・ホーラン、ディアム、ベイン、ルイト・ムリンソン、ゼイン・マリクで構成されたグループは、練習のため2週間集まった。ハリーは、バンドメンバーにワンダイレクションという名前を提案し、メンバーはハリーに賛成した。 グループはすぐに英国で人気を博したが、2010年12月、ワンダイレクションは、レベッカ・ファーガソンとマット・カードルに次ぐ3位で、ザ・エックス・ファクターを終了した。2011年1月、ワンダイレクションが、サイモンのサイコレコードと200万ポンドの契約を締結したことが明らかになった。2011年9月、ワンダイレクションのデビューシングル、ホワット・メイクス・ユー・ビュー i ィフルが、 全英シングルチャートで1位を獲得した。ワンダイレクションはデビューアルバムがアメリカで1位を獲得した初のイギリスのグループとなりました。このアルバムには多くのライターが参加していますが、ハリーとメンバーが書いた曲が3曲含まれています。2012年11月には2枚目のアルバム、テイクメホームをリリースし、このアルバムからワンダイレクションとして2枚目のイギリスでの1位。 シングル、リトルシングスを生んだ。ハリーは、リリースの年に、アメリカのシンガーソングライターテイラース・スウィフトと交際していたことから、別れた後に、お互いのことを歌った曲を作ったのではないかと、ファンやメディアから推測されている。この頃、ハリーは、ロンドンのハムステッド・ヒースにあるプロデューサーの、ベン・ウィンストンの家の屋根裏部屋に20ヶ月間住み、自分の家を探していた。ワンダイレクションは、 2013年にモーガン・スパーロック監督によるドキュメンタリー映画 This Is Us が公開した。同年11月にはサードアルバム Midnight Memories をリリースした。アルバムのリリース後、バンドは Where We Are ツアーに乗り出し、このツアーは2014年の最高売り上げを記録し、現在でもボーカルグループの史上最高売り上げを記録している。ハリーは2014年8月に リリースされたアリアナグランデのアルバム、マイエブリシングのために、ジャスト、エイリトルビットオブユーハートを共同作曲した。その後、11月にワンダイレクションは4枚目のアルバム、4をリリースしたが、2015年初頭ツアーの最中にメンバーのジェイン・マリックがグループを脱退する騒動があり、ファンは混乱した。39しかし、ワンダイレクションは、 ビルボード200アルバムチャートの58年の歴史の中で最初の4枚のアルバムが1位でデビューした唯一のグループとなった。2015年8月、グループは5枚目のアルバム、メイドインザ AM の完成と関連するプロモーション活動のため活動休止期間の延長の噂が流れ始めた。ハリーはファンたちを疲弊させたくないという理由で二千十四年後半に スタジオで仕事をしながら休止を提案したと述べている。彼らのキャリアの中で、ワンダイディクションはアメリカで760万枚のアルバムと2600万枚のシングルを販売し、7つのブリッドショーと7つのアメリカンミュージックアワードと6つのビルボードミュージックアワードと4つの MTV ビデオミュージックアワードなどを獲得している。2016-2018ファーストアルバム ハリー・スタイルズと映画ダンケルク2016年2月、ハリーはワンダイレクションのマネジメント会社であるモデストマネジメントを脱退し、ジェフリー・アゾフの所属するフルストップマネジメントに加入した。ハリーは5月に自身のレコードレーベルアースキンレコーズを立ち上げ、6月にはワンダイレクションと同じレーベルコロンビアレコードとソロアーティストとしてレコーディング契約を結んだ。 ハリーは10月にリリースされたマイケル・ブーブレのアルバムノーバディバッド目に収録された楽曲サムデイをメーガントレーナーと共同作曲した。ハリーのデビューアルバムのレコーディングは2016年を通してロサンゼルス、ロンドン、ジャマイカのポートアントニオで行われ、秋にはハリーと彼のコラボレーターたちは2ヶ月間の作曲活動を行った。ジェフ・バスカーが アルバムのエグゼクティブプロデュースを行い、アレックス・サレビアン、タイラー・ジョンソン、キッド・ハープーンがプロデューサーを務めた。そして2017年3月、初のソロシングル、サイ・オブ・ザ・タイムズを4月7日にリリースすることを発表した。同曲は、その後、UK シングルチャートで1位、ビルボード・ホット100で4位を記録した、グラマーロックの影響を受けた。 ソフトロックのパワーバラードであり、デビッド・ボーイの作品との比較が頻繁に行われた。ローリング・ストーン氏が選出する2017年のベストソングにランクインした。同曲のミュージックビデオでは、彼が空を飛んだり水の上を歩いたりする姿にフィーチャーしており、ブリティッシュビデオ・オブ・ザ・イヤーのブリティッシュアワードを受賞した。4月には、ハリーはアメリカの サタゲーナイトライブにミュージカルゲストとして出演し、母国ではザグラハムノードンショーでテレビ初のソロパフォーマンスを行った。彼のデビューアルバム、ハリー・スタイルズは2017年5月にリリースされ、イギリス、アメリカ、オーストラリアを含むいくつかの国で1位を獲得した。アルバムからの他のシングルは、通合説と9位である。ハリー・スタイルズは批評家からおおむね好意的な評価を受けており、 いくつかの出版物の2017年のベストアルバムリストにも含まれている。アルバムの執筆とレコーディングの過程を記録したビファインドザアルバムが5月にアップルミュージックで独占配信された。2017年、クリストファー・ノーラン監督の戦争映画ダンケルクへの出演で俳優デビューを飾った。A 氏デイリー・テレグラフの映画評論家ロビー・コリンはハリーの演技を 明るく、信念を持っていて、意外と耳障りな演技と称賛した。11月には、BBC1 で、ニック・グリムショーが送る1時間のテレビスペシャル、ハリー・スタイルズ・アット・ザ・ BBC が放送された。12月には、スタイルズが、ジェームズ・コーデンと一緒にザ・レート・レート・レート・ショーの、ゲストホストを務めた。ジャック・アントノフ、イルシー・ユーバーと共に、映画、ラブ・サイモンの、 サウンドトラック用にバンドブリーチャーズが演奏したアルフィー S ソングを共同で作曲している。2018年10月に初演された CBS のシットコムハッピートゥギャザーでエグゼクティブプロデューサーを務めておりテレビプロデューサーのベン・ウィンストンと暮らしていた頃のスタイルズにインスパイアされたている2018年はグッチのモデルをはじめイタリアの高級ブランドのいくつかのキャンペーンに 出演した。2019年現在に至るまで、ライズアップは2019年10月にリリースされた、スタイルズのセカンドアルバム、ファインラインからのリードシングルで、全英3位でデビューした。音楽ライターのジョン・カラミカによると、この曲は、ソフトタッチでポップなスリップストリームに再突入。11月に、サタゲーナイトライブの司会と、音楽ゲストとして、ダブルデューティーを演じた。また、 12月には、ジェームズ・コーデンとのザ・レート・レート賞で、再びゲスト司会を務めた。同月に、リリースされた、セカンドシングル、アド・ワ・ユーは、イギリスで7位、アメリカでは6位を記録した、セカンドアルバム、ファイン・ラインはイギリスで3位、アメリカのチャートでも、トップとなり、1991年に、ニールセン・サウンド・スキャンのトラッキングが開始されて以来、 イギリス人男性アーティストのアメリカでの最大のセールスデビュー記録を更新した。このアルバムはカリフォルニア州マリブのシャングリラスタジオでデビューアルバムと同じ制作チームと共にレコーディングされたものでハリー・スタイルズに似たサウンドを特徴としながらもファンクやソウルの要素を取り入れている。フリートウッド・マックのシンガースティービー・ニックスはこのアルバムをスタイルズ・エスルモアズ フリートウッドマックの大ヒットアルバムルモアズに例えていると呼び、このアルバムをきっかけに新しい音楽を書くようになったとコメントしている。2020年にはファインラインの3枚目と4枚目のシングルフォーリングとウォーターメロンシュガーが続いた。後者はスタイルズの4枚目の UK トップ10シングルとなり、恋を記録しただけでなく3枚目の US トップ10シングルと なり、7位に到達した。そしてまた、アド・アユーと、ウォーター・ムリン・シュガーは、US ポップ、ラジオチャートで、彼のキャリア初の1位を獲得した。2020年のブリッド・アワードでは、スタイルズは、英国男性ソロ・アーティスト賞とアルバム・オブ・ザ・イ・ヤーに、ノミネートされた。ラブ・オン・ツアーと名付けられたツアーは、2020年を通して、開催される予定だった。しかし、 2020年4月、スタイルズは COVID-19 パンデミックのために2021年まで延期した。2020年3月には NPR タイニーデスクのコンサートを行った。2020年7月には、ハリーはリラクゼーションアプリカームのためにドリームウィズメと題したベッドタイムストーリーのナレーションを行った。純資産総額は7500万ドル以上。 歌手のエド・シーランやモデルのカーラ・デル・ビーニュと親しい仲である。また、歌手のテイラー・スウィフトと2012年の10月から2013年の1月頃まで交際していたことがあり、テイラー・スウィフトのアルバム1989に収録されているスタイルという曲はハリー・スタイルズとの私的な関係を公にしたものとして話題になった。その後2014年2月までは、 モデルのケンダル・ジェンナーと交際。ハリー・スタイルズとルイトム・ムーリンソン。ありがとうございます。